はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでモザーチャイですね。はい、ご依頼者ヨシさんです。よろしくお願いします。よいしょ。夜勤に出ます。まあ全部じゃないでしょうけどね。えヨシさんもちょっとお電話で話しましたけど、まあ、あの発売が向こうのがね、中国の方が早かったんで、向こうのコレクターにちょっと聞いてみたら、やっぱりね、キー2での結構あるって聞いてたんで、ね、その話してたじゃないですか。やっぱ出ましたよ、キー2。やばくないですか。はい、でプリズムがなんかね、13、あのシルバーとモザイクが多分おまけみたいになってる。あ、モザイクシルバーですね、ほら。せーお、ケビン・ポーター・ジュニアのモザイクシルバー来ましたよ。で、ちゃんと、ほら、もう一枚あるの。ホリデー。だから12プラス1ですよ。13プリズム出るんですよ、箱から。ねえ。赤っすね。サボニス。まあ、金が1の場合もあるでしょうけど、どのくらいの比率なんですかね。せーの、ジェレミー・ラム、はい、ルーキー確率は6分の1ぐらいですから、まあね、よいしょ。デローザン、ブルックス、ハーター、赤、せーの、トリスタン、はい、箱で2枚ぐらいルーキーが絡めばオッケーかなという、はい、アベレージの確率です。300枚セットですからね。ガソール、ホリデー、赤、せーの、シモン、サイモンズだね、アンファニー・サイモンズで、ピッペ、まあ、とりあえずね、おまけのポジションからケビン・ポーターのモザイクシルバーですね。金にほぼ出ないのかな、確実に。あ、金だ。1枚目。せーの。リッキー・ルビオ。これはこれでね。はい。レアなとこですね。まあ、ファンも多いとこですね。プール。ルキー。もう1枚。来い。ハートさん。オプチャイは金必ずじゃなかったもんね。2枚出るのもあったけど、出ないのもあったもんね。赤、せーの、お、クラーク赤来ました。これでルーキーの光り物は2枚、モザシール・ポーター・ジュニアとクラーク、カルバで、ちゃんとルーキーカードもね、ハイナンバーパック1で必ず出ます。ハーデン、ヨキゾウ、オニール、赤、せーの、ゴベール、はい、写真はかっこいい。で、タッカー君、ルーキーも半分、6割ぐらい出る。ブーカー、カイリー、ダミアン・ジョーンズ、赤、せーの、エンビーで、ラリーバー、あと4パック結構12パックあるから、開け声、あ、ほら金やっぱ2出るわ。ほとんどそうなのかな、まあ、全部がねあれですけど、たまたまじゃないでしょ。もう向こうの方で金出るねって書いてる人がいっぱいいて、で店長もこうまだ箱2箱目ですから。せーの、ドレモンドグリーン、うん、はい、グラント・ウィリアムズ。でも金2出るね。すごいね。ホリデー、ゴペー、クレイ、
赤せーのブラッドリービルでキャメロン。ウィンスロー、グリフィン、赤せーのニッコロさん。はい、それでルーキーの光物が3枚、ロビー、金3個ねえかなまあでも金に出るだけすごいですもんね。クリッポ、ニリキナ、赤せーの、おレブロン MVP。 おーいいっすね。いやこれやばいね。ペイペイっていう感じですね。もうホビーはもう1000ドル超えだし、セレクトチャイナでも1200とかでね、これ全然いいね。はい、ということでまたぜひチャレンジしてください。ちょっと山田さんまだ来てないんで発送間に合うかなと思います。はい、ありがとうございました。